確かに報酬はいただいたぜ。よし、一仕事終わりだな。ここにいたか、シャークブランド。あんたは北地区の跡取りじゃねえか。お役所の人間がこんな時間にふらついてていいのかよ。そういうお前は商人だろ。昼間から酒場にいるとはな。仕事はいいのか。まさに今が仕事だったんだよ。たった今商品の取引が終わったところだ。なんだ、あんた俺に何か用なのか。まあな、私もお前に仕事の話がある。そりゃどうも。報酬さえもらえれば何でも手に入れてくるぜ。それでお望みのものは何だ。それはそのだな。どうした、言いづらそうにして。いや、私はマジックアイテムが欲しいんだ。どんなマジックアイテムだ。詳しく情報を教えてくれ。どんなというのは、その水関係のものというか、水に強くなるものというか。ああ、何が言いたいのかよくわからないんだが、もう少しはっきり言ってもらえないか。うるさい。商人ならこの程度の情報で察してみせろ。おいおい、無茶なことを言うなよ。察したところで勘違いでそのまま仕入れて後で違っていましたなんてことになったら大問題だろう。品物の情報はちゃんと伝えてもらわないと困る。だからだな、水に強くなるというか、泳ぎに強くなるアイテムはないのかと聞いているんだ。はあ、泳ぎに強くなるっていうと。だから泳げない人間でも泳げるようになるマジックアイテムはないのかと聞いていると。テーブルを叩くなよ。うるさい。お前が恥ずかしいことを何度も言わせたりするからだろう。恥ずかしいことね。その反応はどうやら別のやつのために買ってやるってわけでもなさそうだし。あんた金槌だったのか。お前は客を侮辱するのか。いや悪かった、そんなつもりじゃねえ。安心してくれ、俺は報酬をもらえればどんな仕事でも受けるし、客の情報は誰にも漏らしたりしねえよ。当然だ。それでそういったアイテムはあるのかないのか。そうだな、こんな注文を聞くのは初めてだし、完全にそういうアイテムがあるかは詳しく情報を集めてみないとわからねえが、あんたの注文に近いアイテムならいくつかあるな。私の注文に近いアイテム、それはどんなものだ。ちょっと待ってろよ。確か今も少し持ってたはずだ。大きなカバンだな。商売用か。まあな、いつも持ち歩いてるってわけじゃねえが、ちょうどさっきまで取引をしていたから。しかし私が望むアイテムを持ち歩いていたとは、随分な偶然だな。ああ、それはまああれだろう。そうじゃねえと話が進まねえから、企画物ならではのご都合主義つが。身も蓋もないな。まあそうなんだが。お、あったあった。これが一定の時間水の中でも息をしていられるようになるアイテム。こっちが水によく浮くようになるアイテム。それからこっちが。随分と色々あるものなんだな。どれもすごく珍しいものばかりなんだぜ。きっと泳ぎの役に立つはずだ。よし、全部いただこう。金はこれで足りるな。お、ああ、十分すぎるくらいだ。随分と気前がいいじゃねえか。口止め料も含んでいるんだ。私が泳げないことや、それでアイテムを買ったことは絶対に誰にも話すなよ。もちろんだ。商人として客のプライバシーを漏らしたりはしねえよ。そこは信頼してくれ。まあいい。それにしてもこのアイテムで本当に大丈夫なんだろうな。万が一アイテムが役立たずで溺れたりしたら、ただでは済まさないぞ。そこも信頼してくれって。
不良品なんて売らねえよ。ちゃんと効果はあるはずだぜ。うん。では早速試してくるとするかな。お、なんだ、今からオアシスにでも行くのか。そうだが、何か文句でもあるのか。いや、文句なんてねえよ。ただちょっと様子を見てみたくてな。様子？今渡したアイテムは珍しいものだから、あまり使われてるところを見たことがないんだ。高額のためにもどんなもんなのか一度はこの目で見ておきて。随分と好奇心旺盛なんだな。商売熱心と言ってくれよ。商人ってのは商品知識が欠かせない。それに渡したアイテムはもちろん効果のあるものだが、一応万が一の時のために近くに医者がいれば安心だろ。もし効果がなかったらその場で切り捨ててやるぞ。はいはい、それじゃあついて行かせてもらうぜ。勝手にしろ。ふう、オアシスに着いたな。そうだな。では早速アイテムの効果を試してみるとするか。それにしても突然だな。いきなり金槌になったわけでもあるまいし、どうしていきなり泳げるようになりたいと思ったんだ。何か理由でも。なんだ、お前は客のことにいちいち干渉するのが趣味なのか。そういうわけじゃねえ。悪い、聞きすぎたな。ただ気になっただけだ。ふん、別に理由などない。だが私が泳げないなどと知れたら、北地区の跡取りとして格好がつかないだろう。ま、そりゃそうか。砂漠の国で泳ぐ機会なんてそうあるもんじゃないが、知られたいことじゃねえな。そういうことだ。それにアイリーンに笑われるのも嫌だし、万が一オアシスであいつに何かあった時守れなかったら。お、何か言ったか。いや何も。さて早速アイテムを使ってみるか。お、そこにいるのはスチュアートにシャークじゃねえか。な、タイロン、どうしてここに。あ、ちょっと仕事の休憩がてら涼みにな。水辺は爽やかで気持ちがいいからな。よりにもよってこいつと出くわすとは。ところで二人は何をやってるんだ。別に何でもない。お前には関係のないことだ。私は帰る。おい待てよ、何かしに来てたんじゃないのか。お前に話す義理はない。まったくタイミングの悪い。お、何か落としたぜ。なんだこのアイテムは。な、こら、やめろ、見るな、返せ。取り上げることないだろう。なあ、見たことのないアイテムなんだが、それ何なんだ。何でもない。ああ、そう言われるとかえって気になるんだよな。おい、そのアイテムもっとよく見せてくれよ。あ、これ腕を引っ張るな。おいおい、二人とも子供じゃねえんだからやめろって。そうだ、子供のようにムキになるのはやめることだな、タイロン。なんだよ、教えてくれたっていいじゃねえか。お前に教えてやる義務などない。キッ、お高く止まりやがって。もういい、もともと俺はここに休憩しに来たんだからな。冷たい水の中に入ると生き返るぜ。お前は何のためらいもなく水の中に入るな。お前も入ってきたらどうだ、気持ちいいぜ。結構だ、私は入らない。なんだよ、本当に気持ちいいのに。あ、でもそっか、お前泳げないんだもんな。ね、何を言っているんだ。だって昔から泳げなかっただろ。今でも泳げないんじゃないのか。そんなことはない。私が泳げないなどそんなことは。なんだよ、泳げるようになったのか。信じられねえな、ずっと水を怖がっていたスチュアートが。それはそのだな、私だってやればできるんだ。決して泳げないからアイテムの力を借りようなどとは。え、アイテムの力を借りる。あ、まさかそのアイテムって泳ぐための。しまった、
私としたことがなんてうかつな。自分のことながら愚かにも程がある。ああ、よくある口の滑り方というか、動揺しすぎだな。なんだよスチュアート、泳げるようになりたかったのか。それならアイテムなんか使わなくても俺に言ってくれりゃ教えてやるのに。断固断る。なぜ私がお前に教わったりなど。遠慮するなって。よし、これも幼馴染のヨシミってやつだ。俺が泳ぎってやつを教えてやるよ。遠慮ではない、心から断っているんだ。俺に任せておけよ、みっちりしごいてやるって。なんだか予想外の展開になっちまったな。ああ、お嬢、来てくれたんだな。ここではこの CD についての説明をする。いわゆる前説というものだ。この CD を聴く上での注意事項なんかも含まれているから、しっかり聞いていってくれよな。お前は昔からそそっかしいからな。ちゃんと聞いておかないと、誤解をもとに何かとんでもない失敗をするかもしれないぞ。まあ、私の知ったことではないがな。おい、そんな言い方はねえだろ。お嬢のことを心配してるなら、もっと素直に言えっての。別に私はこいつの心配などしていない。それよりも早く説明に入るぞ。たく、お前は昔からそうやって。ま、前説の時間も限られてるから説明に入るとするか。お嬢、この CD はな、PSP 版アラビアンズロストの予約特典なんだ。特典というのが何を意味しているのかわかるか。どうせお前は理解していないのだろうから私が教えてやろう。この CD はな、ゲームをプレイした前提で話が進んでいく。またゲーム本編の内容が出てきたりもするんだ。つまりゲーム本編のネタバレがあるっつうことだ。だからこの CD を聞くのは、ある程度ゲームをプレイしてからにしてほしいんだよな。私たちや私たちの世界について知識がないまま聞くと、わからない部分も多いだろうからな。もしお前がまだゲームをプレイしていないのなら、ここで一度この CD を聞くのを中断した方がいいだろう。ここまで聞いちまったんだから、一気にこの後も聞いちまいたい気もするけどな。ダメだ。お前は本当に大雑把だな。せっかくの CD なのに、わけがわからないままでは楽しめないだろう。ゲーム未プレイの状態なら、おとなしくここで CD を止めておく。悪いなお嬢、ゲーム本編をプレイして俺たちのことをよく知ってからまた聞いてくれ。さて、それでは2つ目の注意点を説明するぞ。さっきタイロンも言っていたように、この CD はPSP 版アラビアンズロストの予約特典だ。特典ということでゲーム外の企画ものに当たる。そういう特別な CD だから、俺たちキャラクター同士の関係がゲーム本編とは違っていることもある。ゲーム本編では仲がいいはずのキャラクター同士が険悪になっていたり、逆に仲が悪かったはずのキャラクター同士が親しげに会話していたりということだな。私たちのように。俺たちみたいにって。お前となど企画ものの CD でもなければ、こんな風にベラベラと会話したりなどしない。そうだろ。お前はまたそういうこと。俺だけならまだしも、あまりお嬢が悲しむようなことはだな。とにかくこの CD はあくまで企画ものだ。このドラマでの出来事や人間関係はゲーム本編に忠実というわけではない。この CD 内の人間関係が実はゲームの裏設定だったということはないから、思い違いをするなよ。おいスチュアート、お前人の話を聞けって。さて、以上で説明は全て終わりだな。ちゃんと聞いたか。よし、そろそろ本編に進むとするか。お前こそ人の話を聞けっつーの。いや、何をする、話せ。さっきから一人で勝手に前説を進めるし、お嬢が悲しむようなことを言うし、こんな時くらいもっと愛想よくしてもいいだろうが。うるさいぞ、
お前に指図されるいわれはない。だいたいそんなことを言っている場合でもないだろう。もう本編に進まないと。いや、ここはちゃんとしておくべき問題だ。だいたいお前は昔からだな。だと？そういうお前こそいつもいつも。さて、それじゃあ俺が泳ぎを教えてやるぜ。恩着せがましく。必要ない。そんなこと頼んでいないだろう。そういうのって何でもかんでもアイテムに頼るのは良くないぜ。まずは自分で努力してからでも遅くはないだろう。こら、引っ張るな。ほら、教えてやるって。本当になんて強引なやつだ。強引というか、幼馴染の弱点を見て力になれるのを喜んでる感じだな。友情つか、うぜつか。ったく、友情などであってたまるものか。まあ悪意はないようだし、泳ぎを教えてくれるって言うんだから悪い話でもない。おとなしく従っておいたらどうだ。冗談じゃないぞ。誰？ほら、水の中に入ってみろって。やめろ、溺れてしまうだろう。このくらいで溺れねえよ。ほら、もっとこっちへ来い。いやだ、溺れる。離せ、離れるな。水に入っただけでも相当に混乱しているな。こりゃ筋金入りの金槌だ。さて、それじゃあまずは基本として、水の中で目を開ける練習をしてみたらどうだ。おい、人の話を聞けと。ここの水はきれいだから中で目を開けても大丈夫だろ。ほら、水に顔をつけてみろ。水の中で目を開けるか。基本といえば基本だが、ちょっとばかし強引じゃねえか。どうだ、シティアート。こうやってだんだんと水に慣れていきゃいいだろう。おっと、頭を押さえていちゃ返事ができないよな。悪い悪い。死ぬかと思ったぞ。このくらいで死ぬわけねえだろ。まず水に慣れろって。いや、うるさい、余計なお世話だ。なかなか本当に強引な練習が始まっちまったようだな。シチュアートもかわいそうに。さて、それじゃあ次は実際に泳ぐ練習をしてみようぜ。俺が引っ張ってやるからさ。だ、こら、引っ張るな。深い方へ行くな。登る、溺れる。大丈夫だって。ほら、水に浮く感覚で、あとは足を動かしてみろ。おい、やべ。そうそう、そんな感じで手足を動かせばいいんだ。できそうじゃねえか。いや、それ溺れているんじゃねえのか。あ、そんなことはねえよな、スチュアート。あれ、大丈夫か。どう見ても大丈夫じゃねえだろう。おい、耐えろ、もうやめろ、これ以上は。まあ最初は誰だって苦しいものだって。それで次に手はこうしてと。あ、おい、無理な方向に手を引っ張る。さらに足はこう。だから引っ張る。それで背筋をこうして。よし、これで姿勢は完璧だ。どうだ、スチュアート。スチュアート。おい、やっぱりそれ溺れていると思うぞ。おい、スチュアート、スチュアート。ダメだこれ。よく死ぬところだった。タイロン、泳ぎを教えるのはいいが、構い倒すのもほどほどにしておけよ。はあ、あれで泳げると思ったんだがな。どうしてダメだったんだ。どうしても何も、あんな無理やりな教え方ダメに決まっている。まったく、引っ張られた腕がまだ痛いぞ。ま、自分ができるからといって他人にもできるとは限らねえからな。人に教えるのって難しいもんだな。お前のようなガサツなやつは人に物を教えるのに向いていない。だいたいアイテムを買ったのだから、泳ぎ方を教わる必要だってないんだ。そうだな、
せっかくアイテムを買ったんだから使ってみたらいい。さて、いろいろなものを買ったが、どれから試すべきか。このアイテムは何だ？薬のようだが。ああ、それを飲むと一定時間水中でも息ができるようになるマジックアイテムだ。便利だろう。すごく珍しいものなんだぜ。なるほど、それなら水に入っても安全だな。よし、使ってみるか。はあ、水中でも息ができるなんて面白そうじゃねえか。タイロン、もうお前に用はない。というか、最初から用はないぞ。とっとと帰れ。ん？ここまで来たんだからいいじゃねえか。そのアイテムの効果も気になるし、最後まで付き合うぜ。いらんというのに。本当におせっかいというか、迷惑なやつだ。まあまあ、とにかくアイテムを試してみろよ。タイロンがいるのは気に食わないが、出直すのも面倒だ。仕方ない。アイテムを試してみるとしよう。うん、体には何の変化も現れないが、これで本当に水中で呼吸ができるようになったのか。水の中に入って試してみたらいいだろう。そうだな。もちろん試さないと意味はないわけだが。どうした？いや、試すには水の中に入るほかないか。まあそりゃそうだろうな。そうしないとアイテムを使った意味がないし無駄だろう。そうか。いや、そうなのだが。どうした？水の中に入るのが怖くなったのか？別に。ただ今のアイテムの信頼性がいまいちよくわからないからだな。そこは信頼してくれよ。商人として効果のないものは売らねえ。めったに手に入らない代物ではあるが、書物にも載っているようなアイテムだし、色や匂いからしても偽物ってわけでもないはずだ。分かっている。だがしかし、それでも。じれってえな。ごちゃごちゃ言ってねえで、とっとと水の中に入れって。あ、こら、押すな。うわうわ、派手に落ちたな。アイテムの効果があるんだから平気だろ。どうだスヤト。おーい、スヤト。返事がないな。どうしたんだよ。水の中でも息ができるんだから水中でも平気なはずだろ。ああ、そうか。なんだ。いや、水の中で息ができるから溺れ死にはしないとはいえ、泳げないなら何も変わらないのかもな。ああ、そうか。息ができるのと泳げるのはもちろん違うし、水の中に沈んじまうだけか。ま、それでも死にゃ死ねえし、今のうちに泳ぎの練習をするのはありだけどな。なるほど。よし、それじゃもう一度練習するか。いいかスチュアート、さっきも言ったけど、手はこうして足はこうで。命の危険はなくなったとはいえ、さっきとはあまり変わっていないような。疲れた。ものすごく疲れたぞ。結構練習したのに泳げる兆しさえないよね。お前筋が悪いんじゃねえのか。筋が良ければ元よりこんなアイテムなんぞに頼らん。大体お前の教え方が悪いせいだろう。どうしてあんな雑な教え方しかできないんだ。お前には昔から丁寧さというものが欠けていてだな。なんだと？泳ぎなんかは感覚で覚えてくもんだろうが。そういうお前こそ昔っから神経質で。おいおい、二人ともやめろって。また子供の喧嘩みたいになってるぞ。うるさい。お前も同罪だぞ、シャークブランドン。あのアイテム全く役に立たなかったではないか。八つ当たりすんなよ。全くってことはないだろう。あれがなかったら溺れ死んでいたかもしれねえんだし、ちゃんと効果はあっただろうが。だが結局のところ泳げるようにはならなかっただろう。それに関してはアイテムの質じゃなく別の問題。タイロンの教え方が悪いのか、あんたの泳ぎのセンスが悪いのか。まあ他にもたくさんアイテムはあるんだから、もっと試してみりゃいいだろう。
ほしい。試したところで無駄だったらまたあんな目に遭うのか。なんだよ、せっかく買ったなら使わなきゃアイテムがもったいねえだろ。私とて無駄は嫌いだ。しかしさっきから無理に泳ぎを教えられているせいで逆に水への恐怖が増しまったみてえだな。嫌ならもうやめておいたらどうだ。アイテムを売っておいてなんだが、この砂漠の国で泳げなくて困ることなんてそうそうねえだろう。それはそうだが、しかしどうした。泳ぐ機会などそうないこととはいえ、このままでは格好がつかない。万が一あいつが水辺で危険な目に遭った時助けられなかったりしたら、私は何をブツブツ言ってるんだ。いや何でもない。もう一度だけ別のアイテムを使ってやる。これは何だ。また何かの薬のようだが、確か水に強くなるマジックアイテムだな。どっかに説明書を持っていたはずなんだが、ちょっと待ってて。水に強くなる？よくわからねえが、今度はいけそうじゃねえか？確かに呼吸できるというより役立ちそうではある。試してみるとするか。しかし水に強くなるとはどういうことなんだ。溺れなくなるということか。あ、説明書があったぜ。何何？そのアイテムを飲むと一定時間いくら水を飲んでも平気になるらしい。おお、それじゃまた思いっきり練習ができるな。ってなんだそれは。そんな効果があったところで何になるというんだ。水の中でも息ができるという方がまだマシではないか。いやだからまあ、その間に思いっきり練習をすればいいんじゃねえか。誰があんな練習をそう何度もするか。私はそんなアイテムが欲しかったわけではないぞ。だが効果はあるんだぜ。それにすごく珍しい。珍しかろうが望んでいるものでなければ意味がないだろう。この商人め、もっとマシなアイテムはないのか。次、このアイテムは何だ。それは一定時間水の上を歩けるようになるアイテムだ。私の目的とは少し違うな。ではこっちは何だ。水によく浮けるようになるアイテムだ。体が軽くなるっていうのか。ただ軽くなりすぎて風に飛ばされたりしないように注意が必要らしいがな。世の中には変わったアイテムがあるもんだ。どれもこれも面白そうなものばかりじゃねえか。面白くない、全部使えないものばかりだ。全部貴重で価値のあるアイテムばかりなんだかな。だから貴重であろうが望んだ結果に結びつかなければ意味などないだろう。まったくろくなアイテムがなかったな。全部効果は抜群なんだからな。ま、泳げるようになるアイテムっていう指定自体なかなか難しいんだよな。一時的になら効果が出るアイテムこそあれ、永続的にともなると。今更になってそんなことを言うのか。おかしなアイテムばかり売りつけておいて。もっと時間があれば情報を集めてみるが。いいじゃねえか、泳げなくても全くの無駄ってわけでもない。水泳は体にいい効果的な運動法だぜ。練習といえどもいい運動になったろ。運動など別のことですればいいだろう。泳ぎなんて練習しなきゃうまくならねえよ。あんまりわがまま言うなっての。今日はこの辺にしておいたらどうだ。また今度ちゃんと情報を集めてアイテムを仕入れてやるよ。しかしここまで来たらもうやけだ。お、なんだ、また練習するのか。ああ、このアイテムは確か比較的マシだったな。水の中で動きやすくなるんだったか。これを使うぞ。なんだ、粘るじゃねえか。ふん、ここまでして何も得るものがないというのは尺だからな。それにあいつは最近オアシスに行くことが多いから、同行する私がしっかりしていないと。なんだって。なんでもない。
よし、行くか。それにしても、あのスチュアートが自ら泳ぎを練習するとは、なんだか感慨深いぜ。俺はあんたと違って幼馴染っていうわけじゃねえが、熱心さは認める。上達はしないものの、慣れては来ているみたいだしな。ああ、さっきからアイテムを使って、何度も水の中に入ってるせいで、水に対する恐怖心が薄らいできてるんじゃねえの？怖くない。怖くない。アイテムを使っているのだから大丈夫だ。私は溺れたりしないぞ。必死に自分に暗示をかけているようにも見えるがな。ああ、見てたら、なんだかまた俺も水に入りたくなってきた。よし、俺も泳ぐ。冷たくて天国だぜ。気持ちよさそうだな。それは気持ちいいさ。あんたも入ってきたらどうだ。そうだな。せっかくオアシスにいるんだし、泳ぐとまではいかなくても少し水を浴びることにするか。お、やっぱり気持ちがいいな。日中は日差しがきついからな。冷たい水の中は最高だぜ。なんだ、お前らまで入ってきたのか。私の邪魔はするなよ。邪魔なんてしねえよ。協力だったらしてやるぜ。また泳ぎの指導をしてやろうか。いらん。お前の教え方は乱暴すぎる。なんだ、せっかく人が教えてやってるのによ。誰も頼んでいない。いいからこっち寄ってくるな。ま、なんだかんだ言って少しずつ上達しているんじゃねえか。ふん。よし、慣れてきたならもっと向こうの方まで行ってみようぜ。あ、これ引っ張るなと何度言ったらわかるんだ。あー、こんな風に泳いだのなんて久しぶりかもな。そうだな、俺も。気持ちいい。近頃デスクワークが多くて参っていたんだよな。それにしても随分岸から離れてしまったぞ。そろそろ戻るか。そうだな、もう夕方になってきたことだし。ん？なんだこの音。なんだろうな、近くにでかい魚でもいるのか。何かが近づいてくるような。何やら不吉な予感がするような。ってあれはモンスターじゃねえか。モンスターまで熱くて水浴びしていたところだったのか。モンスターか。戦ってもいいが、水の中だと少し分が悪いな。今は剣も持ってねえし、無駄に体力を使うこともねえし、ここは逃げておくか。って、お前ら、私を置いていくな。こんなモンスターなど、陸なら一撃で倒してやるというのに、やはり水の中はろくなことがない。おい、スチュアートも早く来いよ。やられちまうぞ。早く行けるものなら言っている。くそ、やはり水の中は危険だな。からってあ、大丈夫か。大丈夫なわけがないだろう。あの後モンスターに追いかけ回され、泳ぎではろくに逃げることもできず死ぬかと思ったぞ。でも結局死なずに逃げ切れたじゃねえか。よかったな、スチュアート。死ななかったからいいという問題ではないだろう。でもなんとか泳げていただろう。ああ、弟子の成長を見守る気分ってら、こういうことを言うのか。やっぱり俺の教え方が良かったんだな。なんだと？弟子？何をふざけたこと。ああ、泳ぎを教えて今日はいいことをしたぜ。泳いでさっぱりもしたし、今日はいい一日だったな。私はひどい目にあってばかりだったというのに、あいつめ、覚えていろよ。ああ、なんていうか、お前ら幼馴染なのに本当に何もかもが対極的だよな。ふぅ、昨日はなかなか騒がしい一日だったぜ。ま、俺には何の被害もなかったから別にいいけどな。
おい。お、なんだ。今日も俺に何か用か。まさか、また泳げるようになるアイテムを買いに。あんたも懲りないやつだな。いや、今日は違う。別のアイテムを買いに来た。お、どんなアイテムのご注文だ？今度は、タイロンを泳げなくしてやるアイテムはないか？昨日の仕返しにってことかよ。いや、あんたやっぱり懲りないやつだ。アラビアンズロスト、スチュアートシンク役の諏訪部純一でございます。ご機嫌いかがですか？恋してますか？なんつってね、恋をすると女性ホルモンドクドク出て綺麗になるらしいですよ。ぜひ恋をしてください。なんつってね。さあ、 PSP に移植されましたアラビアンズロスト、携帯ゲーム機です。ぜひ寝床でやってください。しっぽりと楽しんでください。そういうゲームじゃないですねこれね。はい、まあ私、スチュアートという役をやらせていただいているわけなんですけども、このゲーム最初に収録したのはもう結構前になります。ですので、記憶の糸を手繰りながら、再召喚して追加分、追加シーン等を演じましたので、もうすでに、アラビアンズロストを過去プレイしたことがあるという方もですね、ちょっと楽しめるですね、要素なども追加されておりますので、じっくりプレイして、やって、遊んでね、攻略していただきたいなと思います。よろしくお願いします。まあ、今回この特典のドラマ CD は、まあ、いろいろとこうタイロンとね、の絡みなんかもあって、まあ、小西くんとはね、昔から付き合いがありますけども、最近は会っていないので、今度会ったら、まあ、特に話もしないと思う。嘘ですね、世間話しかまた本当ね、着地点のないフリートークなんですよ。結構これテーマがねざっくりと振られているんですけども、あ、そうですね、これなんか今回は水が苦手というですね、スチュアートの思わぬ弱点がですね露呈するそんなドラマ CD だったわけなんですけども、私は別に個人的にはですね、泳ぎも別に泳げますし、まあ、どこまで泳げるのか、どれぐらい泳げるのかと言われますと、まあ、疲れるまで、力がなくなるまで泳げるという感じでございまして、まあ、ここ何年かですね、イベントで、等で地方に行った時にですね、たまに自腹でですね、まあ、自分でやってる企画等でね、行く時とか、自腹でちょっとせっかく行ったんで奮発していいホテル泊まろうなんつって、こう、安く泊まれるネット、なんかサイトとかを使って、いろんなサービスがついてるところ泊まったりとかしてですね、そういうところは、プールなんかついてたりとかする時ありますとですね、もうしこたま泳ぐんですが、どういうわけかですね、ああいうホテルのプールっていうのはですね、まあ、昼間行くとですね、お年寄りしかいないんですよね。なんかこうちょっとそういう目の保養も兼ねていこうかななんて思うんですが、まあ、老人しかいないということでね、まあ、老人の中紛れて一人でガンガン泳ぐというですね、まあでもいいリフレッシュになりますね。近頃はまあこの年齢になりますと、まあ夏に繰り出す年齢っていうわけじゃないんですけど、もともとあんまり夏のレジャーとか、する方なタイプではないんですけどもね、まあなんかあったらいろいろやりたいなって、なんだ俺着地なくなってきたんですいません、そろそろお開きにしたいと思います。今回は、ご予約くださってありがとうございました。お手元に届いた暁には、しこたま遊んでいただきたいなと思います。ぜひスチュアートを攻略してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、アラビアンズロストシャークブランドン役の大畑慎太郎です。おはようございます、こんにちは、こんばんは。初めての人は初めましてということでしてね、ありがとうございます。アラビアンズロスト PSP にこう移植されたということでね、お買い上げありがとうございます。今回のこの CD ドラマ楽しんでいただけたでしょうか。
今回の CD ドラマ、まあシャークはね、若干こう幼馴染をこう幼馴染のやり取りをこう見つめる傍観者、若干こうね、見てるとこうこうなんていうかね、保護者のこう感じで見ちゃうぐらい、なんかちょっと2人のやり取りが可愛らしいというか、特にシチュアートが可愛らしいというかね、それをまた諏訪部さんがやってるのが可愛らしいというか、聞いた人は楽しんでいただけてるんじゃないかなと思っております。いかがだったでしょう。今回の CD ですね、この BSP 版のアラビアンズロストを予約してくださった方へのスペシャル CD ということで、本当に、お買い上げありがとうございます。本当に、またこう新しい媒体でですね、こう皆さんにこう楽しんでいただけるのはこう嬉しいというか、こう結構前にやった作品ではあるんですが、またこうやって皆さんのこう応援のおかげで、またこうシャークを演じれて、今回のようにこう新しいお話でこう皆さんに楽しんでいただけるというのがすごくありがたいと思っております。ありがとうございます。ということで、CD のみならずゲームも、繰り返し繰り返し楽しんでいただけたらなと思っております。どうもありがとうございました。シャークブランドン役大畑慎太郎でした。